皆さんこんにちは。今年も残念ながらシンガーソングライター小田和正さんによる人気音楽番組クリスマスの約束の放送は見送られることになりました。このニュースは番組の公式サイトで発表されたものです。クリスマスの約束はその豪華な出演者陣とともに毎年クリスマス時期の特別な時間を彩ってきました。この番組が今年も放送されないのは多くの音楽ファンにとって大きな失望となるでしょう。番組の公式サイトではクリスマスの約束2023は放送いたしませんというメッセージが掲載されました。この番組は毎年クリスマスの12月25日前後に放送されるのが恒例で、多くの視聴者がこの時期を楽しみにしていたことと思います。小田和正さん自身もこの番組でホスト役を務め、彼の音楽とともにクリスマスの雰囲気を盛り上げてきました。クリスマスの約束は2001年にスタートし、以来冬の風物詩として親しまれてきました。今年も放送されない理由として、ファンの間では小田和正さんの体調が原因ではないかと噂されています。2022年6月には史上最年長となる74歳8ヶ月で全国アリーナツアーに挑んだ小田和正さん、矢沢永吉さんを抜いての新記録ですが、このツアーが後半に差し掛かると小田さんのパフォーマンスに些細な変化が見られ始めました。例えば持ち歌の中の高音が出づらくなったり、歌の出だしから歌詞を飛ばすことがあったといいます。一方でこれらの裏で小田さんを支えるファンたちがスペクタクルを展開、彼の曲を合唱しサポートしました。しかしながらこのファンの美しい行為はコロナの最中で歌うことを自粛していた方も多かったため、一部から批判の声が上がりました。2022年11月9日横浜アリーナで開催された全国ツアー今度君との千秋楽にて、小田さんは2023年5月からの追加公演を発表しました。しかし新型コロナウイルス感染症や台風などの影響でスケジュールの変更も余儀なくされました。長いコロナ禍を経てコンサートの機会が減少した中、小田さん自身も声が出にくいとの感覚を抱えていたようです。それでも彼の美しいハイトーンボイスは健在で、ファンからの称賛はやみませんでした。小田和正さんは1947年9月20日生まれの横浜市金沢区出身です。1969年に伝説のバンドオフコースを結成し、翌年にはプロデビューを果たしました。数々のヒット曲を世に送り出し、1970年代から80年代にかけて絶大な人気を博しました。1989年にバンドが解散した後はソロアーティストとしても活躍を続け、今もなお音楽界の最前線で輝きを放っています。しかし華やかな活躍の背景には命を揺るがすような試練がありました。それは1998年7月22日の交通事故です。悪天候の中、東北自動車道を走行中の小田さんの車はスリップし事故に遭いました。雨のため時速80キロ規制のところを100キロで走行中、スリップしてガードロープに激突。その衝撃で後部座席に飛ばされ、横たわった形で救出されたそうです。幸いにも同乗者はおらず、後続車による追突や横転などもなかったため一命を取り留めました。その衝撃は大きく、小田さんは重傷を負い2週間の入院生活を余儀なくされました。痛みに耐え睡眠もままならない状況の中、彼は幻覚を見るほどの苦しみを体験したといいます。最初の夜は痛みで一睡もできなかったそうで、病室でうめき声を上げていたとの証言もあります。病床で生きていてくれただけでよかったというファンからの多くの手紙を受け取った小田和正さんは、この事故で価値観が変わったとコメントを残しています。ファンあってこそ自分があると、改めてファンのありがたさが心に染みたようです。この時の思いが高齢になった今も歌い続ける動機になっているのだと思われます。この体験は孤高のアーティストというそれまでのイメージを大きく変えることになりました。そんな深刻な事故から立ち直り、今もなお全国ツアーに精力的に臨み、音楽を通じてファンとコミュニケーションを取り続けている小田さん、その情熱の源には生と死を見つめ改めて音楽への愛を深めた経験があるのかもしれません。2023年に76歳を迎えた小田和正さん、あまり想像したくないことですが、
果たして自身の中に引退のイメージはあるのでしょうか。過去に小田和正さんは引き際について語ったことがあります。それによると、キーを下げないと歌えなくなったら潔く身を引くのがいいと考えているとのこと。アーティストは年齢を重ねるにつれてキーを下げて歌うケースも多いですよね。けれどファンはオリジナルの楽曲に近いものを聞きたいと思うのもわかります。そういったファンの期待を裏切りたくないというのが理由だそうです。周りからはキーを下げて歌ってもいいのではと言われるそうですが、それをした時が潮時と小田和正さんは捉えているようです。小田さんは個人の活動だけでなく家庭からの大きな支えがあります。長年連れ添っている奥様の存在は小田さんの音楽活動に大きな影響を与えていることでしょう。そんなお二人には実はお子さんがいらっしゃいません。小田さんのプライベートでは子供を持たない主義のようです。子供のいたずらをあまり好まないという小田さんですが、しかしながらイベントやコンサートで子供たちにとても優しく接している姿がよく見受けられます。彼の曲には未来の子供たちへというメッセージもありますので、子供自体を嫌いなわけではないことはわかります。2022年で結婚40周年を迎えたお二人は今でも夫婦仲良く円満に暮らしていらっしゃるようです。しかし相続する子供がいないのであれば、その財産の行方はどうなるのかということも気になります。今は昔のように高額納税者の公表制度が廃止されましたので、以前のように簡単に調べることができなくなりました。ですから小田さんの収入についてもあくまでも推測になりますことをご了承ください。小田和正さんは歌、作詞、作曲、編曲をすべて一人でこなします。ですので CD などは売上の 12% が小田和正さんの懐に入ることになります。また小田さんの楽曲はカラオケでも当然人気がありますよね。他にはテレビ CM への楽曲提供、ライブなど収入源は多岐にわたっています。似たようなケースの谷村新司さんは毎年約2億円の収入があると公言されていましたので、小田和正さんがそれ以下ということは考えられません。おそらく現在でも年収3億円はくだらないと思います。古い資料によると2002年には小田和正さんが納税した額は1億778万円だったとの記事がありました。このことからも小田さんの年収が間違いなく3億円以上であることが推察できます。いかがだったでしょうか。本日は小田和正さんの近況や過去にあった事故について深掘りしてきました。今年は残念ながら中止になってしまいましたが、クリスマスの約束公式サイトからは今後について、昨年今年と皆様のご期待に沿えない結果となりましたが、今後も小田さんと番組スタッフでミーティングを重ね、皆様の心に寄り添えるような良質な音楽番組を作ってまいりますとの発表がされています。ファンは皆また元気な姿であの美しい歌声を披露してもらう姿を期待していますので、来年をまた楽しみに待つこととしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。